この特徴の溝をすごく体感できたんですね。芯を外した時と芯で打った時と転がりが変わらない。すごく打感もいいですし、球の転がりもいいですし、安心して打てるという感じがしましたね。僕が打った感じでは長いパターでもう一転がりという感じの転がりの良さと、ショートパッドでこうちょっと打ち切れなかったんだけども届いてくれっていうようなところで、このもう一転がりを感じることができます。どちらかというとアルミを使っているので少し甲高い音がします。で、打感っていうのは本当に打った感触よりもこの音の部分が大きいと思うんですよ。音がした方が距離感っていうのはイメージしやすいんですね。ですから距離感が少し湧きづらいという人なんかに向いてるんじゃないですかね。これはですね、人によってやっぱり打ち方って、違うと思います。まあ、身長や手の長さや体の体型も違いますけど、打ち方も変わりますよね。どちらかというとこの肘を曲げて手首を折った状態でこう構える人と、こう伸ばして構える人といいますよね。ですからその構えによって長さっていうのは変わるべきだとも思うんです。ですからいろんなこう構え方もできるし、長さという面だけでなく、このグリップの向きも実はこれ変えられるわけです。ですからちょっと引っ掛けやすいなっていう人は、少しグリップを左にねじってオープン気味にこう入れると引っ掛けが少なくなったり、捕まえたいなっていう人は少し右にねじる、こんな使い方もあると思います。やっぱりこのアマチュアの人というのは芯で打つ確率が低いわけですから、この新しい溝、芯で当たった時とミスヒットの差がないというところで、まず皆さんに使っていただきたい。そして長さ調整機能ができるので、やはり自分に一番合った構えというのが、いろんな打ち方をしながら買った後でもこう調整して自分で決められるというところ、これをこの2点で皆さんにお勧めしたいと思います。